ローランド・キオラ KF10 っていうやつをちょっと買いました。これなんかすごいシンプルで、電源ボタンとあとなんかボリュームとあとボタン4つくらいしかついてないです。であとペダルと椅子もついてきます。でこの下にヘッドフォンとあとUSB とか挿す場所があります。これはヘッドホン掛けかな。あとスピーカーが2個、あ、4個ついてます、全部で。でこれね、すごい簡単に分解できました。お店で買ってそのままそれ持って帰ってきたんですけど、分解してネジ外すだけでここがガコって外れます。これも外れます。このネジ2つ取るだけで外れます。結構スリムでいい感じと思います。そんでとりあえず同じ楽器屋さんでバイエル買ってきたんで、大人のバイエルピアノレッスン、ちょっとねこれをやってみようかな。でピアノはね、小学校の途中までやってたんですけど、もうね今は何も覚えてないんで、1番からやろうかな。弾けんのかね。Thank you.
2で弾くの、ソしか弾かないのかな。平行奏ソファミミレド、ソチェロもですね、京都に来てから先生が変わりまして、今このポッパーっていうやつとの一番簡単なやつと、でもね一番簡単なんだけどあんま簡単じゃないと、今これをやってます。この中スケールの練習みたいなやつをやっております。なんかチェロの練習を毎日1時間か2時間ぐらいしてるんですけど、それが終わった後にあっちのピアノをちょっと30分か1時間ぐらい毎日しばらく続けてみたいと思います。